Podcast。時刻まもなく午前10時38分になるところです。今日はねこの時間もスタジオに素敵なお客様をお迎えしております。函館出身漫画家の厚森蘭さんです。厚森さん、おはようございます。おはようございます。厚森蘭です。よろしくお願いいたします。番組ね何度かご出演いただいてますが、ちょっとお久しぶりになりましたね、はい、久しぶりですね。今は東京在住の厚森さんです。はい、函館には時々帰ってこられることあるんですか？そうですね、この間5月に帰ってきました。なんだか FM イルカのスタジオにもお顔を見せてくださったということで、はい、ちょっとファンなんで遊びに来ちゃいましたそう、なんか厚森さんがイルカ聞いててくださるっていうのがすごいね、ちょっとツボなんですけど、はい、東京で聞いてますありがとうございますそして、今日は何もこう夏休みで帰ってきましたっていうわけではなくて、実はね帰ってこられた目的があったんですよね。そうなんですよね。実は仕事で帰ってきてまして、はい、で実はモルック世界大会関連のイベントで帰ってきてました。そうなんですよ。あの厚森さんね、漫画家の厚森蘭さんとご紹介をさせていただきまして、もちろんねあの漫画を描いていらっしゃる他に本当にこう多彩でいらっしゃって、今ちょっとこうなんかイベントの関係というか、そういうお仕事もされてるんですよね。そうなんですよね。あのディアステージっていうアイドルの事務所の、会社に所属していて、はい、で、まあ、系統合したパーフェクトミュージックってところが、もともとその代表の成田くんって人が函館出身の人 で、はい、で成田くんつながりでちょっとご縁があって、そこで一緒に働いてる感じで、はい、そのイベントが、ちょうど昨日、一昨日と昨日高専であったんですよね。はい、はい、そうなんです。アイドル、モルック関係、高専ということでねピピピンと来た方もいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、あのモルックの世界大会の関連イベントということで、実はの函館高専を会場に音楽フェスがね2日間開催されてたんですよね。はい、そうなんですよ。はい、そこに厚森さん関わっていらっしゃったんですよね。はい、そうなんですこのお仕事をこう今のディアステージに入られて、函館と関わりを持ったお仕事っていうのは今回初でしたか？あ、そうですね、初めてですね。はい、でそもそもね、その、 あのパーフェクトミュージックの成田さんっていう方が函館の出身でっていうことで、ん？なんか成田さんって聞いたことあるなっていう方はいらっしゃるんじゃないかと思いますけれども、バンドの方ですよねはい、D がつくようなD がつくようなね、あの行ったらダメかな、行ってもいいかな、全然ドライアズダストの、はい、ドライアズダストの成田さんということになりますが、あれ今成田さんも東京？東京です。ですよね、ずっと。はい、はい、あれ厚森さんと成田さんはあの函館の出身って共通点があって、はい、今住んでるのも東京って共通点ありますけれども、はい、どういう接点だったんですか？もう10代の頃からバンドのライブを見に行ってて、うん、その中のバンドの一つがドライアズダストみたいな感じで、もう古い付き合いで長い感じで、うん、はい、10代の頃っていうことはまだ厚森さんは上京前？そうですね、函館にいらした頃、はい、です。学生です。じゃあ学生でこうあの見に行っていたライブにこう出てた人出てた人で今もつながっているってすごいですよね。いや本当ですよね、はい、そうやってこうあのそして今のお互いにこう東京を拠点にしてでお仕事で関わりを持つようになるって、はい、ちょっと10代の自分に教えてあげたいっていうそうですよね、こんな未来は見えてなかったです。うん、さあその音楽フェスの方なんですけれども、なかなかね本当に函館ではこうあのこの皆さんが一堂に会してっていうのは見ることができないような豪華顔ぶれだったんですけれども、そうですね、一斉にこういったアーティスト見れるってない、函館でもないですもんね。はい、ないですね。どうですかその今のねディアステージでのお仕事っていうのは、はい、これまでのまた漫画描いたりとかそういうお仕事とは全然違うお仕事だと思うんですけど、うんうん、どうですか？そうですね、でもエンタメ業界はなんとなくあの携わってきたような感じなので、うん、なんか居心地がいいというか、なんかライブハウスで働いてたりしたので、はい、ええ、なんていうかバランス取れていいですね。漫画描いてる時とまた違うイベントが好きなので、はい、そういったものでうまく好きなもの2つやってるのがバランス取れていいなと思ってます。
確かにこうあの漫画でその関連のね別のお仕事っていう可能性もあるかもしれませんが、うん、エンタメってこう同じベースにありつつ、はい、こう違うジャンルのものって、うん、またちょっと楽しかったり気分転換になったりするかもしれないですね。でもねあの10代の頃から、そういうライブが好きでお出かけになっていたりとか、はい、そういうその音楽もねいろいろお好きでいらっしゃったり映画も好きでいらっしゃったりということでこんな風にこうあのエンタメに関わっている時間って幸せな時間ですね。そうですね、それが仕事っていいなって思いますね。はい、はい、じゃあねまず漫画の方のねお話も伺わなきゃいけないんですけれども漫画はあの最近 の, あの漫画の活動ぜひ教えてください。漫画がですねこの間あのちょっと締め切りがないと書けないタイプなので、はい、シナリオから書くんですけどシナリオの章の締め切りに合わせて一旦先にシナリオを書いてで出来上がって賞が、受賞できなかったとしても漫画のネームにできると思ってでこの間 TBS のかなり大きな賞に出したんですけど、はい、それは一時通過して結構な人数何千とかって来るやつなんですけど、はい、ちょっと喜んでたんですけど、うん、二次で通過できなくてでももう物があるからそれがちょっとネームに落とし込めるなと思って、はい、それを元にやろうっていうのというのが 2,3 個ぐらいちょっと作品が溜まってきちゃって、はい、なのでそれをちょっと今年中には形にできたらいいなと思ってます。そうですか、はい、いや漫画のね漫画描く方ってその絵が上手なのもちろんですけれどもストーリー考えるでしょ。そうですね、なんかもうそれが両方できるっていうのが、うん、もうすごいなって想像がつかないんですけれどもそっかこうあの皆さんそれぞれあの何をどういう作業の順番でっていうのは、うん、あのそれぞれ終わりになると思うんですけど、はい、後森さんはこう作品に取り組む時ってまず何からっていうことが多いですか。あでもこういう話書きたいなってアイディアから始まってやっぱシナリオというかプロットからダーって書いていく感じで膨らませていく感じです。うん、で締め切りがないと書けない、はい、っていうことなんですけれども結構じゃあもうなんかお尻に火がついてっていう感じでしょうかね、はい、そうですね。なので何かしらのショーに出すぞってやらないと、うん、ずるずるずるっとなっちゃうので私こうねあの全くそういうのに自分が出してみようって思ったことがないので未知の世界なんですけれども、はい、結構そういうこうショーみたいなものっていうのはいっぱいあるものなんですか。はい、ありますね。あの毎年シナリオもありますし漫画のショーもありますし、うん、はい、あれにも出そうと思ってました。イルミナーシオン映画祭のシナリオ大賞、はい、あれも8月、あ今月ですね多分締め切りがあるの、はい、それもあのタイミング合えばいつもそれに出すために頑張ろうとかって考えたりするんですけど、うんうん、出せてはないですけど、はい、あそうですか、はい、いやでもねいつか、はい、そこにね出してだってそれはこうまた漫画とは違う世界になるじゃないですか。そうなんですよね、映画になるっていう、そう映像化ちょっと憧れがあるので、うん、そうですか。だって映画もお好きですもんね、はい、好きですね。よね。そしてあの厚森さんはこう漫画家さんでいらっしゃってもちろんねそのこう漫画の作品をこう一つ仕上げるっていうこともありますが、はい、何せ漫画家さんですから絵がとっても上手ということでその絵がこうイラストとして採用されたりなんていうこともあるんですよね。はい、そうですね、最近はあのテレビの番組の特番であの発注があって、はい、ちょこちょこあの描いてるんですけど出川さんとサンドイッチマン伊達さんがやってる番組とか、はいはい、定期的に特番があるのでその度にあの依頼が来るのでありがたいなと思ってます。なんか美味しいもの紹介するんですよね。 あれすごいあの映像見ながら書くんですけど、はい、あのすごい夜中見ると危険っていう食べたくなります。そうなんですから、はい、なんかお腹空いてその辺にあるものね。そうなんですよ、気がついたら手に取ってるような感じなの で, なんであんまり空腹で見るの要注意という番組なんですけれどもあそうですよね、私たちってこう例えばこうあのテレビ見ててもそうですし、うん、何かしら見ててもこういろんなイラストに触れたりしますけれども、はい、特にそれは誰があの描いてるっていう、ね、表記がなくても、うん、そういう漫画家の方だったりっていうことが手掛けてるっていうこともあるんですね、はい、あそうですね、結構周りの漫画家さんもテレビのイラストやってたり、はい、
する人多いですね、うん、はい、そうなんです。ということで実は敦盛さんは多岐にわたってね、いろいろなお仕事をされていますので、そのあたりはもうこうの SNS なんかをチェックしていると、はい、いろいろな情報を仕事発信されているかと思いますので、はい、チェックしていただきたいと思いますし、先ほどねこう実はちょっとこうエンタメの方のお仕事もってことがありましたけれども、ご自身も音楽ちょっと活動されてたりってありますよね活動って言っていいのやらわからないんですけどもう趣味で DJ を最近ちょこちょこやって楽しんでます。そうなんですよ、はい、イベントにもねご参加されたりということで、 DJ の時はまたこうどういうこう何ですか、 お名前とかはなんか DJ ネームみたいなのあるんですか。名前はDJ オフィスレディか、はい、ランランって名前でどっちかでやってて、はい、なんとなくアジアの曲をかける時が多い時はランランでやって、うん、ちょっと J-POP 寄りの時は DJ オフィスレディでやってますいやそんな風にねこうDJ もしちゃう敦盛さん、すごく音楽も好きでいらっしゃるんですが、ご自身がこう普段好きで聴くジャンルの音楽ってどういう音楽ですか。いやそれ難しいですね。何でも聴くんですけど、ジャンルで言うと何なんでしょうね。歌ありとかなしとか、日本とか海外とかだとどんな感じですかね。全部聞きますね、うん、でもちょっと多分ニッチなとこも好きです。多分ライブがあったらお客さん3人ぐらいしか来ないようななんかちょっとノイズとか、うんうん、なんか現代音楽すぎるものとかも好きですし、ドメジャーなもうポップも好きです。そうなんですよ。ということで結構ねニッチなのかっこいい音楽がお好きで、ね、リクエストおかけしますよっていうとなかなかね、そうですね、お好きな曲がいるかで準備できなかったりするんですけれども、いや本当にねそんな風に多岐にわたって活動しててね、お元気そうでいらっしゃってすごい久しぶりにお目にかかったんだけど嬉しいなと思ったんですけれども、はい、もうちょっとこれ触れないわけにいかない。今日の T シャツすごい可愛い今 YouTube もやってるんですね。そうなんですよ実は、うん、そうなのそうなの。あもしかして映ってますかこれ。今ねちょっと立っていただくと見えるかな。これどうかな。今ね座っちゃうとちょっと T シャツが見えてますかね。見えてる見えてる見えてる、はい見えてます。カメラこちらで。これは同じく FM イルカファンの水沢空先生というイラストレーターさんで仲良くさせてもらってます、はい、水沢空さんは、函館のご出身のイラストレーターさん、はい、で今は東京。東京です。もともと進行は結構終わりだったんですか。あでも最近ですね。実は水沢空さんはもともとガレージ系のバンドをやってて、で私が働いてるライブハウスにも去年出てくれて、はい、で一気に仲良くなって、うん、でちょこちょここの間も展示見に行って会って、はい、FM イルカ話で盛り上がりソラさんはゆかりさんファンだそうです。あまあちょっとすごい嬉しいんですけれども、はい、今聞いてたりされるかしら水沢空さん今度函館にお帰りの際にはぜひスタジオに来てほしいな実は投稿もしてるらしいです。え本当に。はいメール読まれてるそうです。えラジオネームがあるということですね。あとで耳打ちしておきます。耳打ちしてください、はい、どうしよう大丈夫かな私なんかおかしなこと言ってない言ってないですいやね私も水沢空さんって函館出身のイラストレーターの方で実は目にかかってっていうお話は敦盛蘭さんから、はい、お聞きしまして、すぐこうなんかインスタグラムを見たらちょっとすっごい可愛い世界観で。そうですよね。で暮らしの手帳の表紙だったりとか本のこう想定なんかも手掛けてらっしゃって、はい、いやもしかしたら知らずにね目にされてる方多いんじゃないかなって思うんですけれどもちょっとすごいドキドキしてきたけれども動揺が、ね、動揺が隠せないんですけれども函館にお帰りの際にはお迎えできたらなっていうふうに思います。じゃあそんな感じで割とこう何でしょうアートの関係のいろいろなジャンルの方と親交があったり、また函館出身で今こう東京とか関東でご活躍の方とも敦盛さん結構東京で親交持たれたりって多いですか。多いですね、うん、詩人の方とか。あ、詩人の方ね黒川隆介さんの方でしょうかねなんかね近々やってくる予定になってるんですけれども噂の、はい、
もう FM イルカってすごいですね、人と人をつなげる、いや嬉しい、そうやって言っていただいて、はい、まさかあの東京でそんな風にねこうあのイルカを聞いてつながってくださってるとは思いませんでした、はい、いやありがとうございます。いやこちらこそです。でね、今ディアステージの中でこうあのお仕事っていうことですけど、あつ森さんのこう役割というかこうあの手掛けてらっしゃることとしてはこの会社の中ではどういうことになるんですか。会社の中ではもう本当にバックオフィス的な感じで、あの管理部みたいな、うんうん、あのお堅い、お堅くないかあんまりあの実はステージ周りはやってなくて。そうなんですね、はい、でも熱森さんって、学校卒業されてからこう漫画家の道に進まれて、いわゆるこう会社勤めみたいなのっていうのをされた経験はこれまで、はい、会社、ザ会社はあんまないかもしれないですね。うん、じゃあのエンタメ業界でありながら割とこうあのバック回りっていうことを、そうですね、なんかこう会社員的なこう経験もされながらっていうことになりますか。はい、あでもアルバイトなんですけど、うん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 、はい、でもそうですね、結構規模大きい会社っていうのはあんまりないですね。はい、じゃあますますねそういう経験もこうあの加味されて今後の活動とかね、うん、はい、またそれが作品に反映されてる、はい、くる部分があるのかなっていうふうに思いますね。はい、インプットしてます日々、ね、日々インプット、そしてそれがどういう形でアウトプットされるのか私はね楽しみにしたいなっていうふうに思います。ぜひねあの最後になりますがラジオ聞きの函館の皆さんにメッセージとかあの今後のご予定とかでぜひね皆さんにお知らせしたいことがありましたら、はい、お願いします。なんだろう、あの本当にいろんなことをやりすぎてあの地に足がついてないんですけど、でもまあ楽しくやってるので、あのまあ、特に漫画はチェックしてほしいので SNS など見ていただければあの情報更新してますので、よかったらあつ森ランでツイッターなど X など見てください。お願いします。はい、ぜひね SNS チェックしていただいて、あの活動を追いかけて応援していただきたいなっていうふうに思います。この時間はですね函館出身の漫画家さんって、いやもちろん肩書きとして漫画家さんなんですけれども漫画家さんなんですけれどももうあの多岐にわたってご活躍でいらっしゃいます熱森蘭さんお迎えしてお届けしました。熱森さん今日どうもありがとうございました。ありがとうございました。 See you in the next episode.